はい、久保です。今日は、ディープマインドの、デイビッド・シルバーの強化学習の、レクチャーのスライドを使って、レクチャー8の、この学習と計画の統合というお話をしようと思います。で、イントロの後に、このモデルというのを使った、レインフォースメント・ラーニング。今まではモデルフリーといってモデルを使わないのがメインでした。モデルを使うっていうと、圧倒的計画法みたいに、マルコフ決定過程を仮定してやったけど、それを、モデル自身を学習しましょうなんていうモデルっていうか、という、手法です。で、次にそのモデルを入れて、あと普通のモデルフリーの手法も使って両方合わせたようなものを考えると。で、最近のアルファ5とかでうまく使ってるシミュレーションベースのサーチ法というのをお話ししようかと思います。で、最初はイントロダクション。で、これ何かっていうと、今まで何してきたかって話ですね。前回やったのが、方策を学習しましょうというね、シミュレーションをして経験、エクスペリエンスというのを生成して、そこから方策自身を学習する方策購買法っていうのをやって、その前は価値関数を直接そのエクスペリエンスシミュレーションの結果から学習するというのをやってました。で、ここでは何をするかというと、そのエクスペリエンスからモデルを直接学習しましょうという話をします。で、モデルがあると普通のその動的計画法のようにプランニングができる。だから価値関数を学習するとか方策を学習するなんていうためにエクスペリエンスを直接使うのではなくて、そのモデルから計画ベースでできると、プランニングできるという話で、それを合わせましょうなんて話ですね。両方使うという話が、今日のお話です。で、最初が、モデルフリー、これ、レインフォースメント・ラーニング、強化学習です。モデルがないと。シミュレーションするだけでいい。というんで、いろんな利点がありますよねって話をしてきました。そこから、価値関数、もしくは行動価値関数、いわゆる給値っていうのをやったり、もしくは、方策自身をやる。もしくは両方やるっていうのがありましたね。アクター・クリティックとか。で、これが今までのお話でした。で、モデルベースになるとですね、モデルベースとレインフォースラーニングというのがこれ今日やる話で、モデルを、学習すると、経験から学習すると、それを使って、価値観数とかポリシーというのを、プランすると。具体的にモデルを学習すると何するかっていうと、推移確率とか、報酬関数みたいなものを、学習するですね、経験から学習する。で、モデルフリーレインフォースラーニングの、概念図は、こっちがいわゆる環境ってやつですね。で、こっちがエージェントってやつです。エージェントは環境から状態を受け取り、ST っていうのは、T の状態を受け取り、ステートを受け取り、何らかのアクション、AT をすると。で、環境はそれを受け取ると、リワードを返してくる。と同時に次のステート、ST プラス1っていうのを返してくる。で、この環境は完全なブラックボックスで、地球の絵が描いてあるんですけど、非常に複雑なものであると。で、こっちの環境のところを、こっちはモデルベースとレインフォースラーニング。どこが違うかっていうと、ここに環境、複雑な地球をモデル化したような絵が描いてある。これがモデルベースのもので、違いは、ここが地球が、モデルっぽくなってるだけなんですが、もう少しちゃんとお話をしていきましょう。で、モデルベースドレインフォースラーニングの概要です。で、これがそのモデルベースの、強化学習の、概念図。で、ここに、価値関数とか、方策を学習したいっていうんだけど、これを使って何らかの、行動を取るですね。A っていうのを生成する。それによって、環境から、経験というか、シミュレーションしたそのリワードといわゆる報酬と状態のでずっと返ってくるわけです。そこからその情報を使ってモデルを学習する。でモデルを作っちゃう、さっきの模式的な地球みたいなものを作って、でそのモデルを使って、価値関数とか方策というのを学習する。このところは、動的計画法みたいな感じでできるので、その部分をプランニングですね。ダイナミックプログラミング。プログラミングのプログラムっていうのはプログラムを組むっていうプログラムじゃなくて、もともとのその、計画ですね、作戦遂行って意味だったって話があったので、それをするという話です。で、その利点ですね、モデルベースにすると何がいいのっていうと、ですね、いわゆるその、教師あり学習の手法を使って、モデルというのを効率的に学習できる。うん、で、今までその環境というのはなんかブラックボックスでよくわからない、ものだったのが、そのモデル自身の例えばモデルの不確実性が、理解することが可能みたいな、こういうモデルだったのねみたいなことを、ちゃんと自分がわかるという利点があります。こっちがアドバンテージ。で、弱点の方は何かっていうと、そうですね、モデルを作るというところで一つその不確実性が入って、禁止しなくちゃいけない。でさらにその、プランニングのところ、価値関数とか、方策を学習するところでもやはり、禁止が入る。で2つの禁止が入るので、余計分かんなくなっちゃうこともあるということです。で今までモデルっていうのを抽象化してお話したんだけど、ちゃんと数学的に定義すると、モデル、このカリグラフ編っていうのは、マルコフ・ディシジョン・プロセス思い出してもらうと、マルコフ決定過程というのは状態と行動と推移確率と、報酬関数から確か、あとは割引率も入ったと思うんだけど、ガンマが入ったと思うんだけど、何しろマルコフ決定過程を、このパラメータ η によってパラメータライズしたものだと。だからパラメータ化して、特にこの状態 S とか A はそのまんま使うとして、こっちですね、推移確率と報酬関数のところだけを、パラメータ η で、近似的に扱う。ということをやりたい。でこの P イータによってパラメータライズされたものは何かっていうと、状態 t 期の状態と t 期の行動を与えた時に次の期の状態が返ってくるところというのを、何らかのパラメータで禁止して、それによって、次の状態というのが決まる。なるべくその本当の環境が返してくる状態に近くなるように η を決めるということです。で同様に報酬関数の方もこの Rη というパラメータ化して、同じパラメータを使ってるんですけど、でそれは、状態と行動を与えると、次の期のすぐにもらえる報酬ですねというのを、なるべく、本当の報酬に近くなるように禁止したい。でこれはバラバラに定義しているので、一応ここでは独立性を仮定しています。この状態の推移確率というのと報酬関数というのは独立。独立なくてもいいんですけど、独立性を仮定しておきます。で、モデルの学習とは何かというと、これは経験ですね。最初の状態 S1 から行動を取ってリワードが返ってきて、次の S2 っていうのが返ってきて、点点点点で最後のエピソードどっかで止まるとして ST まで。でこの、経験、というか、このエピソードから、今の、Mη っていうのを推定するということです。だからただの、推定モデルだから、教師あり学習スーパーバイズラーニングであるという話です。だからこのたくさんサンプルがあるんですね。状態と行動の組からリワードを推定する海域モデルと、次の状態っていうのを推定する密度推定モデルですか。で次のところは確率変数っていうか、分布になってるので、それを推定したい、というモデルです。そのためには、普通の教師あり学習ですから、回帰だったら最終の次乗誤差ですね。分布を推定したかったら、この KL ダイバージェンスっていうのは、カルバック・ライブラー情報量といって、いわゆる分布の近さを表すような、尺度、これをメトリックス、損失関数としてやればいいとですね。で、それによってロスを最小にするようにパラメータ、中のパラメータ、eta というのを決めましょうという、そういうお話です。で、いろんなモデルがあるんですけど、最初に簡単な、表形式のものをやりましょう。で、このテーブルルックアップモデル、一番基本的なやつなんですけど、それぞれに対してその状態と行動別にその、状態と行動が与えられていたら、その分布とかそのリワード関数が返ってくるような、のを表に取っておきましょう、テーブルに取っておきましょうというお話です。で、N っていうのがその状態でその行動を取ったその、回数みたいな訪問回数っていうのをカウントしていきましょう。でカウントした時にその、この p ハットっていうのが、推定したいものですね。こっちが推移確率、こっちが報酬関数。これ何かっていうと、状態 S で ST で次が AT で、行動 AT を取って次に ST プラス1に、移動した時に、1になったものを合計するから、なんていうのかな、全ての、この SA というS という状態にいてコード A 取ったら全体ですね、全部の回数、その中で次に ST プラス1に移った、この S プライムに移った回数をこれ分母になってる、それを、推移確率の推定値としましょう。当たり前の話です。でこれも同じで、この1っていう記号は、この中が、true だったら、1になるって、アイバーソンの記号とか言うんだっけな、でその時だけその報酬、これはだから経験から分かってるやつ、これを足し算していって、それを、この SA の回数で割るってことは平均値、平均のリワードを、推定値 R ハットとしましょうというお話です。でここに推定してもいいんですけど、もしくは、この状態 ST にいて行動 AT を取った時にリワード RT プラス1が返ってきて、次の状態が ST プラス1でしたっていう、このエクスペリエンスでタブだから、この組をいっぱい取っといて、そこから適当にサンプルしてくることをモデルと言ってもいいんじゃないって話、こっちの方が多分簡単なんでしょう。こういう方法でも大丈夫ですという話で、例です。以前も使ったと思うんですけど、 AB テストみたいな、AB エクザンプルで状態2つがあって、これは実は隠されたこのマルコフディシジョンプロセスで、これわからないんだけど、実際にエクスペリエンスを見ると、こうなりました。 A の時は必ず B に移るというモデルで、リワードは必ず0って話です。で B に行くと、4分の3の確率でリワード14分の1の確率で、リワード0になるというモデルで、こういうエクスペリエンスがありました。でこれでやると、A の時に0、これは当然0になる。で B に必ず移って、どっちかに移る。でこの場合たまたまこのエクスペリエンスの中に A で始まるのが他にないんですね。あと全部 B、だから、こういうエクスペリエンスからテーブルルックアップモデルを作りたい、学習したいというのが目的になります。で、今やってるのは、モデルが与えられていて、イータでパラメータライズされている。でそれによって、このマルコフディシジョンプロセス、この、推定されたモデルを使って MDP を解けばいい、そのためには、いろんな方法、今まで学んだ方法、価値反復とか方策反復とか、もしくは、この後やるのかな、リーサーチみたいないろんな方法があります。で、サンプルベースのプランニングっていうのは、今モデルを作ったのをところから適当にサンプリングをする、でサンプリングをして状態を出してきて、でサンプルが出てくれば普通のその、モデルフリーラーニングが使えるんですね。だからさっき経験を取っておいてモデルを作って、そこからサンプリングをしてで普通の方法を使うと。普通の方法って何っていうと、例えばモンテカルロコントロールで最適方策出しましょうとか、サルサでもいい、Qランニングでもいい。で、実際のそのエクスペリエンスからやるよりも、そのサンプルベースで計画した方が効率がいいということが多いですよってことが書いてあります。先ほどのAB エクザンブルに戻って、実際にどうするのかって話を説明したいと思います。でこれが実際のエクスペリエンスでした。確か TD ランニングでやると、ちゃんとA の価値っていうのが出てきて、モンテカルロでやると A の価値は0、実際経験したのが0しかないんで、たまたま B が0になった場合の経験しかないので、モンテカルロでやると0になっちゃったって話ですが、ここからそのモデルを作ります。でモデルを作ると、これ完全なモデルはできないんですけど、そこからサンプルすると、こういうサンプルが得られることもある。で今度は A0 って移ると、A の後に B 移ると、ここでは1が返ってくる。たまたま2回とも1だった。っていうと、この場合のその、モンテカルロラーニングをやった時に、普通にこれモンテカルロラーニングここから直接やると、A の価値は0になっちゃうんですけど、この場合ちゃんと1と、本当は 0.75 なんですけどね。なんだけど実際これ確率は4分の 3.1 になるんで、本当の答えは 0.75 だけど、ちゃんとじゃないんだけど、A の価値ってのはちゃんと出てくることになる。だからそういう意味でこのサンプルをしてモデルも経由することによって、より効率的に、本当の値に近づくということが、見て取れます。で、モデルが不正確の時ですね、本当の推移確率と本当のリワードファンクションがこの eta によって近似したものと違う場合っていうのは、そうですね、実際にその、実際これ近似なので、こっちのモデルベースの方がやはり限界があります。本当にやつに近づくことはなかなか難しいこともある、でだから一番良い場合としても、これなんだね。だけどやっぱこれで直接やるのは非効率の場合もあるので、モデルを経由しましょうというお話を今やってるわけで、そうですね、でモデル自身が悪い場合っていうのはしょうがないんで、普通のモデルフリーの強化学習をするっていうのもあるし、モデルをよく見て、でその中にある不確実性というのをちゃんと自分でその、合理的に判断しましょうなんてこともして、もう少しそのいいモデルにするような工夫というのも入れられる。でそうやって対処する必要があるという話です。で、両方合わせた方法、インテグレーティッドアーキテクチャという話を次にします。で今実際のエクスペリエンスっていうのがあって、MTP が分かっているとしたら、ちゃんと出てくる。で、シミュレーティッドエクスペリエンスっていうのはモデルを近似して、近似的なマルコフディシジョンプロセスをする。でサンプルをするっていう、2つの、その、エクスペリエンスの生成法が考えられる。で、モデルフリーレインフォーム、さっきの繰り返しになるんですけど、価値関数とか方策というのを、実際のエクスペリエンスから、学習する。でモデルベースだと、この、価値関数の推定というのをモデルから出てきた、モデルを学習して、モデルから出てきたそのシミュレーテッドエクスペリエンスから学習する。で合体技が、名前が、ダイナ。名前がついてるらしい。で、その実際のデータからモデルを学習します。で次にやるときは実際のデータとシミュレーションのデータの両方を使って、価値関数もしくは方策を学習するわけです。で図にすると、こんな風になって、行動出てエクスペリエンス出てくると。で直接このやるのがこの線、モデルを作ってプランニングをする。両方こう合わせてやればいいでしょっていうのがこのダイナの構造です。実際に擬似コードで書くとこんな感じになってで、Q 値、この場合は Q 値を使ってやってる。行動価値関数を使ってやってと、モデルの初期設定をして、適当に設定して、状態から、A というのをイプシロングリーディで、行動を選択する。で、それによって得られた経験のその、報酬と次の状態 S' が出てきて、ここは普通の、いわゆる旧学習です。これをターゲットにして、今の値 QSL 近似を α という学習率でもっと近づけましょうねということです。で、今の得られた R と S' というところからモデルを更新します。で、その後にこれが追加されるところが今までのものと違って、これを N 回繰り返すってある。だから、で、今のモデルからこの R と S' というのを生成すると。で、モデルの中からサンプリングをして、それによって上と同じ式ですね。上と同じ式によって旧学習をする。で、このモデルを作った方が軽くできるので、これ実際のその環境から得るのは多分あんまりそんなにいっぱいは得られない。モデルを一回作ってしまえば、ここはたくさんできるので、たくさんすればするほど、学習が進むでしょうというお話です。で、この単純な迷路、ここが出発地点で、こちらがゴールでやってみると、プランニングステップ、だから、モデルを使わない時っていうのがこういうカーブで、5回やった時、N が5の時がこれで、50するとこれになる。当たり前の話ですけど、こういうのが出てくる。で、最初、これ環境が変わった場合ですね、右側が空いてるんでこういうふうに行くのがこっちにずれた時、これ説明してないんですけど、いろんな、そのダイナの種類によって、多分 AC ってのはアフタークリティックかな。で、これが旧学習、それに工夫してみたいなによって、ステップによっていわゆる、もらえる、リワードっていうのが、違ってくるという、図です。これ余計簡単にした場合、差が少ないとか、大した結果じゃないで飛ばしたいと思います。で、次、シミュレーションベースドサーチという話です。で、これ前方探査、これ今の状態でその先を見たい、将棋とか碁とかだと、単に一歩進んで評価っていうよりはその先を見たい、ルックアヘッドしたい時に、どっち行くかというのをその先の、評価値を見て決めたいっていうのを、前方探索で、こういうのを探索儀、サーチトリーと言います。で、ここが根っこですね。 ST、 現在の状態 ST というのが根っこになっていて、アクションを取る。で、その後にランダムな状態が起きる。またアクションを取る。で、 T が多分終端で、ここで終わったら評価ができる。で、その時に実際の経験っていうのを一個一個やるのは大変なので、モデルを使ってその先を評価する。その先の評価というのは、その簡単に得られるそのサンプリングができる、モデルというのを使って、今考えているモデルを使ってサンプリングをして、でどっちに行くかを決めることが、最近のその、将棋とか囲碁とかよく使われてる、戦略です。で、シミュレーションベースドサーチっていうのは今の、前方探索と同じなんだけど、サンプリングをする。全部列挙はしないですね。で、現在時点から、シミュレーションをして、で、実際にその強化学習するところは、モデルフリーの、レインフォーストラーニングをすると。このシミュレーションしたエピソードに対してレインフォーストラーニングを適用するというお話です。で、具体的に書くと、最初のその ST というところから始めて、たくさんこれ全部で稽古のそのシミュレーションを行う、ね、で終端になるまで、もしくは途中で切ってもいいんでしょうけど、シミュレーションをすると。で、モデルで出てきたこれやるときにはこのモデルがいるんですね。モデル、さっきイーダだったんだけど、今度はパラメータはニューに変わってますけど、同じものです。今まで学習をしたモデルを使ってその先のエピソードを生成してあげる。で、この STK、 今の状態というのを評価したいという話です。で、実際にその、普通はモンテカルロコントロールなんだけど、こうやって先のことまでやって、でそこで先のことまでやって、そのモンテカルロ法で、そのやったりサルサとかやったりするっていうと、より良い方策が見つかる。でそういうのはモンテカルロサーチとか TD サーチ、テンポラルディファレンスサーチとか、言ったりします。で、そのモンテカルロサーチで一番単純な場合、単純モンテカルロサーチ、シンプルモンテカルロサーチっていうのは何かっていうと、今のモデル、MNEW っていうのと、シミュレーションしたいポリシー Pi というのが与えられている時に、稽古のエピソードをそのモデルから持ってきて、で Pi は固定です。今の Pi 方策というのは固定であります。その時に評価したいのは STA、 今の状態 ST において、行動 A を取った時の評価をしたいっていうので、その後のここはサンプルをします。 Pi 固定なので次のリワードとか状態、またその次の行動とか全部サンプルできます。でそれで、モンテカルロ評価、モンテカルロエバリュエーションとします。それぞれに対して得られた、報酬、多分これ GTK とか使わなきゃいけないと思うんだけど、それの、得られた報酬を、平均を取ります。で評価をする。それが今の状態 ST において行動 A を取った時の、価値というので評価する。それが一番大きくなるような、そのシミュレーションして得られた、サンプリングして得られた、評価値の一番いいようなところに移動するっていうのが、これ一番単純なシンプルモンテカルロサーチです。で、こっちはモンテカルロ、トゥリーサーチ、基探索の、評価版って書いてあるんですけど、何するかっていうと、今度は Pi を与えずに、モデルだけを与えます。で、同様に稽古のエピソードを、モデルを使ってやります。で、シミュレーションするポリシーっていうのは一応与えられているものとします。そうすると、ST だけがもう与えられたもので、その後のアクション、リワード、状態っていうのは、稽古返ってくるわけです。その時に、評価したいのは、これエバリエートしたいのは、SA いっぱい、これいろんな A が次に出てきます。シミュレーションするので。である A に対する評価値は、そのある A に行った回数で割り算して、そのある A に行った時の、利得関数、報酬の合計を、それで割り算して、だから平均の利得というのが SA の評価値で、さっきみたいに S と A を固定してやるよりは、少し楽になるっていうので、これをモンテカルロトリーサーチと読んでいます。で当然移動するのは、今ここで評価したいろんな A に対するのが全部いっぺんに計算できるので、それが一番大きくなるような行動に移動します。で次はモンテカルロトリーサーチで、ここではシミュレーションって書いてあるんですけど、要はコントロールのことです。要は方策を、そのトリーサーチの中で改善をしましょうという話で、そうですね、これ MCTS っていうのはモンテカルロトリーサーチで、シミュレーションポリシー Pi というのを改善しましょうという話です。で、実際そのトリーが大きくなっちゃう場合もあるので、その改善を行う、イントリーって書いてあるその木の、内側っていうのと、その改善をしない外側で、ポリシーの改善をするかどうかを変えます。そのイントリーの方だと、窮地が最大になるような行動を取るっていうので改善を行う。外側は、行動はランダムに取るとか、固定方策を取るわけです。で、シミュレーションをしてモデルからエクスペリエンスを生成して、で、モンテカルロエバリエーションによって、窮地のいわゆる行動価値関数を評価します。で次に、エプシロングリーとか使って、ポリシーを改善します。それを全部のその木の中で行う。それぞれの木のノードで、改善をするわけです。で、それによって、窮地というのは最適な窮地に収束するわけです。で具体的な例として、5をやってみましょう。で5は古くからあると2500年、いろんな説があるんでしょうけど、で多分ボードゲームの中では、一番難しい。ちなみにこの、講演元のデイビッド・シルバーがしたのが2015年ぐらいなので、多分彼らの画期的な語にカッチャムなんていう研究が出るちょっと前なので、実際はそういう話はしていません。この後ではもっともっと、語のゲームが強くなったわけで、今ではほとんどのゲームにボードゲームに関しては彼らの手法というのが、もう人間をはるかに超えたものになっているわけで、その元になったような研究はここで説明しているものです。で、AI の、グランドチャレンジだと、言ってる人もいたと。で普通の、トゥリーサーチというのは失敗してます。5っていうのはパターン数があまりにも多いんですね。だから、もっと昔から挑戦していたチェスみたいなやつは、こういう普通にサーチしちゃえという力づく方でも、それほど、悪くはなかった、一番人間の強い人よりも勝ってたわけなんだけど、それを、直接5にやると、トゥリーのサイズが大きすぎちゃうで、失敗していたわけです。5のルールってここに書いてあるんだけど、いろんな盤の大きさがあって、ここだと9級かなのボードでやってる。で単純なルールで、でも戦略は複雑だと。でみんな知ってる通り黒と白が交互に置いていくと。で、囲まれると取られちゃう。ここに黒を置くと白取られちゃう。で、こういうふうにして、自分で、ここに黒やっても取られちゃうんで置けないんだけど、その、面積ですね、自分たちのその占有した面積大きさによって勝ち負けが決まるというゲームです。で、それぞれのところに置いた時のその盤面の状態がどれだけいいのかっていうのを評価したいわけです。で、最終状態だと黒が勝つか白が勝つか。黒が勝ったらリワードが1。そうじゃなかったら白が勝ったら0。するだけで、その他の状態においてはリワードは0としましょう。でポリシーというのは、両方のプレイヤーがね、πB と πW なブラックとホワイトがそれぞれ置いたっていうのをポリシーとしましょう。後でまた、ゲームのところで説明すると思うんだけど、実際ミニマックスポリシーですね。ブラックはこれ最大にしたいんでマックシマイザー。白は最初にしたいんでミニマイザーなので、ちょっと細かい話はここでは省略して、で価値観数のポジションというのはその盤面ですね、黒と白が置かれている状態 S を与えた時にリワードすなわち、黒が勝つ確率というのが、評価値としましょう。ここに書いてますね、ブラックがマキシマイザー、ホワイトがミニマイザーで、価値観数で最適価値観数が V スター Sとなってます。で、現在のポジションがあって、モンテカルロエバリュエーションするっていうと、それぞれランダムに置いていってずっとやっていくと、この状態だと黒勝ち黒勝ち白勝ち白勝ち、でこの評価はどうするかっていうと、この場合4つの状態しかないので、勝つ確率っていうのは 0.5 だからこの地点での価値関数は 0.5 になっている。というふうにして、モンテカルロトゥリーサーチは進んでいくんだけど、この場合はこの後全部ランダムポリシーみたいになっちゃってるんであんまり良くないんだけど、ちゃんと評価するためには、こんなことをします。さっきイントゥリーと、それ以外ですね、アウト・オブ・トゥリーと話しましたけど、最初の状態においては、この先わからないので、まだ分岐してないのでトゥリー作ってないので、ここはランダムポリシーみたいなデフォルトの規定値のポリシーでやっていく。で1が出たってことは、黒が勝ったわけで、この評価値は1分の1、1回試行して黒が1回勝ったっていうふうになるわけです。で、次に取る手を、なんか適当なポリシーをやってみる。でこちらは、トゥリーポリシーなので、ここはいいように改善をしていく。窮地が最大になるような、ふうに行動を取る。でその後は、デフォルトのポリシーをする。この場合0なんで、負けたことになってます。こういうのをロールアウトとか言ってね、トリーが大きすぎる場合は途中までちゃんと探して、その後は適当な方法、グリーディーでも何でも適当な方策で最後までやって、最後までいかないと評価値出ないんで評価しましょうなんていう手法はよく使われる方法なわけです。でまた今度別の方策をやって、今度は勝ったと。で勝った時はここをもっと、勝った方、これ1分の0なのでこっちは見込みがないポリシーなので、できるだけ、勝ちたいということでしたら、こっちはもう少し掘り下げたで木を掘っていくわけですね。で今度こっちに行ったところ負けたと。でこの評価値は2分の1だから勝つ確率は 0.5 ですっていうふうに出てる。で今度こっち行ったら勝ったとか、これもっといっぱいやってるんでしょうね。でこの評価値が3分の2、3回やったら2回勝てた。でこの評価値は5分の3になってるとか、こんな感じで、このトリーのポリシーの方をだんだん広げていって、でこの最後のその後はロールアウトといってデフォルトポリシーやって、で現在の評価値をやるっていうのが、今のそのアルファ5とか、もっとその後に出てきたミューゼロとかね、アルファ0とかの基本戦略はこんな感じ、モンテカルロトリーサーチなわけです。でモンテカルロトリーサーチの利点としたら、いい方いい方に行くんでベストファーストサーチになっている。で動的に、その状態を評価できる。で実際サンプリングするので、いわゆる次元の呪い、その木が爆発しちゃうなんてことはない。で、ブラックボックスモデルで、できる。だからその5とかに特化したものではなくて、実際その後に出てきた、アルファ0とかはもっと別の全然違うゲームですね、将棋も含めて全く違うゲームにも同じようなフレームワークで、適用できるということになっています。で実際に効率的で、いつ止めてもいいですね。時間どこで止めても、エニタイムアルゴリズムなわけですね。で、並列可能なので、いいマシン持ってくるとものすごいちゃんと早く、将棋でも碁でも他のゲームでも、強くなれるという利点を持っているわけです。で、実際のゲームへの適用っていうのはこの後の後かなのレクチャーでやってるので、その後に、最新の結果とかも合わせてお話をしたいと思います。では今日はこの辺で終わりにします。では。